トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。今回は千葉県市原市にある月崎トンネルにやってきました。房総半島の真ん中には独特の素彫りトンネルが数多くあります。トンネルへ向かう道は落石や蛇注意の看板が多数、なかなか自然豊富な場所にあります。それでは早速行ってみましょう。中央部分は天井がなく、そこから空を見上げることができる月崎トンネル。トンネルからはまっすぐ立ち並ぶ木々が見え、まるでジブリの世界に迷い込んだような不思議な感覚になります。いかがでしたか？大自然の中にひっそり佇む人の手によって作られた素彫りトンネル、神秘的でリフレッシュできた一日でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。